ハノーバーは19世紀末にアメリカ合衆国で活躍した競争馬シュボバ。1887年にベルモントステークスに優勝。生涯に獲得した賞金118,887ドルは当時のアメリカにおける獲得賞金記録であった。後シュボバとしても成功。1955年アメリカ競馬連動入り。1884年。 ケンタッキー州のラニーミードファームで生まれる。1歳になると1250ドルでドワイヤー兄弟ステーブルに購入された。場名はドイツの地名ハノーファーではなく直接的にはハノーバーさに由来する。なお、この年ドワイヤーらはトレモンと後にキングストンも所有した。フランクマッケーブによって調教を受けた。2歳児はホープフルステークス。 サプリングステークスを含む3戦3勝。3歳児はベルモントステークスを15場審査で勝ったほか、ブルックリンダービー、ウィザーズステークスなどを含む27戦20勝。デビュー戦から3歳の前半まで実に17、連勝している。その後は使い詰めや脚部不安などの影響もあり勢いは鈍っていくが、5歳まで走り、最終的に50戦32勝の成績を残した。 獲得賞金はそれまでのレコードを上回る118,887ドルに達した。最も勢いがあった1887年には記録に残るものとしては最古の年度代表馬に選ばれている。引退後は種ボバとなりハンバーグラを出した。1895から1898年にかけチャンピオンサイヤーを獲得。また3区の1頭で イギリスに渡ったローダビーは、ダービーバー o b 戦・ギニーバー、ロードラーを出した。なお、ハノーバー自身は、ジャージー規則に則っ,ったサラブレッドではないが、規則制定以前に、イギリスに入っていたローダビーの子孫については、サラブレッドと認められていた。1899年3月に体を悪くして、安楽死されている。その後ハノーバーの不兄子孫はハンバーグが、 チャンピオンサイヤーになったが、3区に貧馬と千馬が多かったこと、最強3区バーゴマスターがチリに輸出されたことなどから発展しなかった。別系統のブラックストックの子孫がやや伸びたが、1950年代に事実上全滅。子孫は現在アメリカの堅い中で、趣味的に維持されているのみで、サラブレッドではあっても、馬術競技専門でもはや競争馬ではない。当時は、 グレード性未導入、ありがとうございます。